気になる入ったらね、めちゃくちゃ広いよ、ここ。で、すごくさ、隅から隅まで綺麗で、なんか、目白って感じ。それでね、お客さんのね、ほとんどがなんか、ビジネスマン多かった。あと、OL さんとか。で、仕事終わって、この日ちょっとね、訪れたらちょっと遅かったんですけども、あー、なんか仕事終わりに、ワインタイワーっていうようなね、お姉ちゃんとか、あとサラリーマンがちょっといっぱい飲んでいくかって。で、なんか食事をなんか楽しんでる感じかな。で、ここすごく独特。うん、ごめんなさい。なんかね、ジークリームソーダね、なんかのベリーのシロップが入ってるって聞いたのよ。教えてもらったんだけど、ちょっとごめん、忘れちゃった。なんかあんまり聞いたことないようなね、名前の、なんかベリーちゃんだった。それでね、このね、焼きオム、いや、もう、あーって。いや、まあ、鬼のようにやって、カリカリにやってんのよ。なんか感じ的にね、一回作ってると思うのね。そこから、ちょっとデミグラスソースっていうのかな。なんか甘みをちょっと抑えた、なんて言ったらいいの、デミソっぽいんだけども、うん、やっぱりここでしか味わえない、なんか不思議なソース。それをね、ぶっかけて、あとね、上の部分が黒い、なんか椎茸みたいな味するね。これめっちゃ美味しいね、マッシュルーム。それにね、ちょっとビーフとか、あと鶏肉っぽいのも感じたんだよね。お肉がね、ビーフだけじゃない気がする。それにチーズをぶっかけて、で、またオーブンでカリカリにやってんね。で、優しそうなさ、店主さんがさ、これ、下の器は熱くないんですけど、上はもう熱いんで、気をつけてくださいって。あ、ありがとうございますって食べたんだけど、まあ、これもね、うまい。なんて言ったんだろう。どちらかって言ったら、味付けちょっと抑えて、なんか風味を楽しませるような感じの料理。食べた瞬間、卵のこの、なんていうの、味わいとかさ。あと、中のもう一度焼けた、バター風味の強い、ケチャップライスとか、あと、お肉ちゃんとかさ、あと、特にこのマッシュルームの香りがもう、ほんと、なんか、椎茸よりもちょっと匂いが、欧風ような、なんか、キノコって感じかな。これもまたうまいのよ。でね、ケチャップライスのケチャップもね、ちょっと酸味強い。これがまたいいね。ここ多分、作ってるこのオーナーさんの腕がかなり、えつないうまさだと思う。スープも独特だしね、ここでしか食べれないと思う。このね、なんか風味のいい、ここでしか食べれないお料理。まだここね、見たことないものいっぱいあんのよ。何ですか、この料理って。聞いてたけども、年だから覚えてない。ごめん。ごめん。でもね、聞いたことない料理いっぱいあんのよ。で、説明聞いてもよくわかんない。また来なきゃよ。あと、ここ、パフェが鬼らしいです。見たけどさ、食べた人の。あ、うまそうね。なんか、どーんと大きいのじゃなくて、なんかこのフルーツ、えつなく使ってますやん、みたいなパフェあるじゃん。あれ、ちょっとおばちゃん。惹かれてんねん。次回訪れるときはちょっとね、パフェとかあと、なんか変わったドリンクとかもね、ご紹介できたらな、たばたばりばたたたた。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。